頭を動かさないようにすると視界を変えないようにするので顔も回らなくなりますしかしスイングの軸は背骨を中心とした背中側にあるのでそこを中心として体をねじれば顔も多少回ります頭の動きを見ると頭半個分くらい右に動くように見えるのが正しい捻点ができている証拠 体が十分にねじれていないのにダウンスイングで意識的に体を回そうとすると肩が前に出て突っ込むような動きが出てしまいますこれは真似飾る余分な動きです。もう一つ顔を固定してしまう人にありがちなのがテイクバックで外に上がってしまうこと。 腕を顎の下に入れる意識が強いのかもしれません。テイクバックの基本は上体腕クラブが一体となって同時に上がること。特に時計の8時までの位置ではアドレスの形でそのまま上がるだけです。しかし顔を完全固定してしまうと上体も十分に回りません。 状態が回ればその回転に従って自然にクラブがインサイドに入ってくるはずですが腕だけで引いているのでアウトサイドに引きがちになるわけですクラブヘッドはいつも体の正面に背骨を中心とした体の回転に伴って顔も動かしてみます顔がボールを向いたままテイクバックする人は腕だけで上げるので グリップエンドがすぐに体から離れて外に上げてしまいがちです。特に8時までテイクバックするまでにアドレスの状態と上体腕クラブのポジションが崩れればすでにレールから脱線安定したスクエアなインパクトに戻すのが非常に困難となります。柔らかい棒を一緒にグリップしてお腹につけて 少なくとも8時までは棒がお腹かから離れないようにしてください。頭、完全固定タイプはショートアイアンはうまく打てるのですがフェアウェイウッドが苦手な方が多い。それはショートアイアンなら脇を締めた感覚がありますからクラブが手から離れて外回りしませんがフェアウェイウッドはクラブが長い分。 体から離れやすいので外側に振られてしまうのです。とにかく8時までの動きだけ正確にできれば完璧なスタートを切って助走に入った短距離ランナーのようなものでトップやダウンスイングはたちまち軌道修正されて精度が上がってきます。フェアウェイウッドでは顔を自由にしてあげることと ボール位置をドライバーよりではなくアイアン並みに5番アイアンと似た位置に中に入れてみてください。芯を食います。それは以前のスチールヘッドなどのクラブは球が上がりにくかったのですが今時のフェアウェイウッドは球が上がりやすく設計されていますからドライバーよりボール2個分中に入れた方が正確に打てます。 その違いにびっくりするでしょう。